ちら M クラス、上位3名ですね、選手紹介させていただきます。このポジション、野木慎治選手、そしてセカンドミット、岡崎義信選手、そして3番グリッド、佐々木拓磨選手。さあ、この9名ですね、9名の決勝 A メイン、レース時間は4分間です。それでは参りましょう。ドライバーズオンザトーン、決勝 A メインスタート。さあ、綺麗なことになりました。ミーボス決勝 A メイン、おっと、さあ、これで2番手に何番上がってくる。さあ、トップはボールから逃げていくのに、さあ、ドミシンスのコンボ、さっかりと博多、佐々木がつけていく。そしてギュートですね、薄いギュートの薄いがバトル、ギュートの小田選手ですね。そのギュートの後ろに、薄い、一戦、そして、岡崎、関口と合わせます。さあ、トップの選手のラックストレーターをこちらに向かってきます。その後ろ席4番は白のロールスター、ギャラクシー中田。上位2名の目、17秒台ですが、帰ってます。17秒8秒、17秒8秒。トップ争い、野木選手、さあ、中田選手を引き離していく。それピタリと佐々木拓磨もついていく。野木選手、これはあれじゃないですか、中田選手に勝ってますじゃないですか。今インタビューしてますよさあ、残り1分30秒。さあ、マッチストレート、少しずつバックの中が迫ってきています。お、さあ、4番手の松本龍と岡崎義信でですね、さあ、ここはぐるっと迫っていく。残り1分、おっと、決まりました。さあ、野木選手と中田選手から詰まっています。さあ、残り時間が40秒。さあ、その差が、さあ、1秒1、おっと、明らかに詰まっている。さあ、残り時間30秒。さあ、17秒台のハイペースで、集中して走っていきます。残り時間は10秒。さあ、トップ争いファイナルラップに突入。さあ、野木選手逃げれるのか。さあ、エイスターテレビとのさっき言ってくれるさんなんですけど、何ですか。はい、打ち選手ゴール。さあ、松本、小田、岡崎ゴール。さあ、佐々木ゴール。さあ、そして稲井ゴール。はい、これで全ザックゴールです。優勝は、見事、野木慎治選手。